皆さんこんにちは。こんにちは。だいぶ暖かくなってきたとはいえ、思ったら、はい、2、3日前でしたっけ、はい、急に寒くなりましたね。そうですね、底冷えでした ね。で、昨日がすごい強風で、昨日でしたっけ、はい、一昨日でなかったです。昨日、うん、もうピュー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 言ってましたね。もうすごい風でね、ちょっと寒かったですね。丘の上に立ってるから ね、北風もまともに受けちゃうんですよね。でね、雑用係さん、うん、ちょっと自転車乗って運動と思ったんですが、うん、断念したんですよね。昨日はさすがに心をね、心折れましたね。ね、うん、でも正解だったかもしれませんね。あんまこう頑張ってね、体調崩してもね、はい、いけないですからね。そうですね、うん、はい、いつもそう言って、うん、でも気がつけばもう3月ということでね、はい、一番早い東京の開花予想でもまあ18日っていう予報もございますから、はい、あともう本当20日もしないでね、うん、桜が咲くと、はい、春の訪れですね。ね、ね、はい、ということで、はい、はい、じゃあ今週ね、先もう目の前にあるので、はいはい、今週ご紹介させていただくものを、はい、はい、どうぞ。作家、エナさんのね、ハンドメイドによります、はい、パッチワークポーチとパッチワークのおやつマット、はい、それとパッチワークの今回初めてのご紹介ですね、はい、タペストリーですね。であとマリメッコの布ということでお届けいたします。はいはい、今回のこちらの手作りの方は、うん、全てピンクということでね、そうピンクの貴重な生地を集めて、うん、パッチワークにして作った作品になります。はい、はい、ぜひね、ちょっとどんなんだろうってワクワクしながら見ていただきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いいたします。じゃあ早速行きましょうかね。はい、はい、一足先にもう桜が咲いたようなね、はい、感じですね。はい、まずポーチの方から行きましょうか。はい、パッチワークポーチ、はい、ですね。今までね、パッチワークポーチもご紹介してきましたけれども、うん、今回若干大きさが違うんですよね。そうですね、いろいろとエナさんも見てくださって、うん、もうちょっと小さい方があってもいいんじゃないかということで、うんうん、はい、このサイズにします。で、今結構ね、ちっちゃなこういったリップクリーム、以前のサイズちょっと高さがあったんで、はい、で今回低くなった分、これ出し入れがしやすいですね。そうですね、小物の出し入れがね、はい、ですのでこういうちっちゃめのこうリップスティック入れてもね、うん、すぐ出し入れできますし、いいですね、イヤホン入れたりとかね、うん、これから花粉の時期、うん、目薬とかね、はい、そういったものにもいいかと思います。で、手袋したままでもこう開けられるようにつまみがね、はい、ファブリックのつまみをつけております。はい、これもヴィンテージなんですよね。そうなんですね。そうなんです。はい、かわいいです。はい、で一点一点ね違いますので、うん、はい、お好きなこのね、うん、柄のものを選んでいただけたらと思います。はい、はい、ちょっと本当バッグにね忍ばせるにはいいですね。はい、はい、ただ生地の方ね、ヴィンテージを使っておりますので、はい、多少の古風感があったり、はい、はい、するものもございますのでご了承ください。はい、こちらパッチワークのおやつマットになります。はい、これもいいですね。なんかお花見の時に ね、そうですね、使いたいですね。で、わざわざこういうものを用意してね、はい、ティータイム楽しんでもいいですよね。いいですね。うん、お友達とかね、あと自分のね、うん、はい、やっぱテーブルに本当布を、小さな布をねこう添えるだけでなんか本当にこう雰囲気がこう変わりますよね。はい、でまたこういうプランターみたいなものをね、敷物にしてもいいですしね、はい、玄関先なんかでね、ちょっとおしゃれ、かわいいですね。かわいいです。はい、はい、それと今回初登場ですね。そうなんです。はい、タペストリーです。パッチワーク、はい、もう生地の合わせ方が ね、素敵なんです。もうパッチワーク作家と言ってもいいぐらいのもう実力を持って、本当にね、なかなかこういうセンスはないです。ないですね、できないですね。はい、ね、でこう同じ大きさなんですが、部分的にこうね、はい、ちょっと違うサイズが入ってたりして、はい、で今回3枚のご紹介なんですけど、3枚はね小さな同じ大きさをね、はい、合わせてるんですけど、まあお好きな方どちらもいいですよね。はい、いいですね。うん、で裏も同じピンクの生地で
合わせてみました。この辺もね、あのえなさんがいろいろと試行錯誤して作ってくださったんですね。これどれを合わせようかって考えるだけでも結構エネルギーが使いますし、はい、あ、縫製するのもね、本当に器用じゃないとなかなかできないですね。はい、あと、はい、で、あの一応見本にはこの棒と糸がついてるんです。これはつきませんのでね、はい、あの100均とか行きますと手に入りますんで、ご自分でお好きなサイズにカットしていただいて、はい、やってください。もしくはね、あのそのまま何かでこう吊るしても、紐かなんかでこう通してもね、はい、あの同じピンクのリボンでも可愛いかなって思います。いいですね、特に光沢のあるね、リボンがありますけれども、それでもいいですし、お好きなものでね、はい、飾っていただければと思います。あとね、ここね、そんな高低差がないんで、こう敷物としてもね、こう敷いてもね、全然こう違和感がないですね。あ、考えましたね。だからテーブルのセンターにこうクリーマーとかシュガーポットなんか置いてもね、はい、だからツーウェイで僕楽しめるんじゃないかな。あ、そうですね、いいですよね、でも雑用係さんはダメですよね。なんでですか？こぼすから。あ、確かにね、ちょっと怖いですねそれはね、はい、でも本当あのタペストリー、うん、いいなと思います。当ショップ初のね、初ですね、アイテムになります、うん、はい、ということで、はい、あの当ショップのね、うん、オリジナルの作品は今回は本当季節を感じるピンクでまとめさせていただきました、はい、ミニポーチとおやつマットとタペストリー、はい、はい、一人先に春ですね。そうですね、はい、はい、この後は、はい、マリメッコン布をご紹介いたします。はい、こちらも楽しみにしていてください、はい、よろしくお願いいたします。